はい。えっと、今回はね、あの、急遽あの、朝に動画を撮っているんですけれどもね、あの、今、行われている、えっと、ロシアが、えっと、ウクライナに軍事侵攻をしているということについて、ちょっと、えっと、説明をしていきたいと思います。えっと、僕もちょっとニュースをニュース、ニュースのやつを見ただけなんで、あんま、あの、完全に分かってはないんですけど、説明していきます。えっと、まず、 ここにロシアがありますの、ね、で、ウクライナってどこかっていうと、この黄色いところなんですよね。で、この黄色いところで、で、ここはロシアなんですよ。右側が。で、左側がまあヨーロッパなんですよね。で、そもそもあの世界っていうのは、あの主に東側諸国と西側諸国って分かれててで、ロシアっていうのは東側諸国なんですよね。で、このヨーロッパと、あとアメリカが西側諸国なんですよね。主に主に。で、 えっとまあ、ロシアと中国が大体大きい東側諸国の、まあ、大きい国みたいな感じなんですよ。で、ちなみにこの、あ,のあ、ちなみにその NATO って言われてるじゃないですか、よく。で、その NATO っていうのは何かっていうと、この西側諸国のグループなんですよね。で、えっと、このウクライナがなんで今ロシアに侵攻されてるかっていうと、これはあの、あのウクライナは、 NATO に入りたがってるっていうのをもう明示したんですよね。で、そしたらこのウクライナの場所はもう NATO の西側諸国になるじゃないですか。で、西側諸国と東側諸国って対立してるんですよね。だからここが西側諸国になってしまうと、もうロシアのすぐそばまで西側諸国が来てしまって、まああのその秩序が結構乱れちゃうので、だからロシアはここをあの NATO に加盟させない、西側諸国にさせない。 ためにあの頑張ってるんですよ頑張ってるっていうかまあよくないですけど普通に攻撃してるんですよねで今このこのルハンシクっていうところとドネツクっていうところにえっとあの軍事侵攻してあの一旦ここをなんていうんですかね、まあ、独立させてあの一旦確保したんですよねで次にまあこの全土を狙っていくんですけど えっとこの上に、まあここポーランドあるんですけど、このポーランドは、あの大体このウクライナの人たちってまあ逃げるんですよ、侵攻が来るから。だからどこに逃げるかって言ったらポーランドとかに逃げてるんですよね。で、この上に、あの、なんだったっけ、ルー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 ルーベニアだったっけ。あ、ベラルーシ、ベラルーシ、そう、ベラルーシ、えっと。ベラルーシがあるんですけど、この 上にで、このベラルーシも、えっと、ロシアの,あの続国として、もうロシアにも従ってるんですよね。だからここにも,うもうロシア軍が待機してるんですよ。で、ロシア軍はこっちからも攻めてくるし、こっちからも攻めてくるし、こっちからも攻めてくるっていう、まあ、結構もう全土から攻めてくるんですよね。全土を3っぽいとこから攻めてくるんですよ。で、まあ、このベラルーシは続国だから、まあ、あ,のあわよくばこの。 えっと、ウクライナもこの戦いでもう属国にしてやろうっていう狙いもあると思いますであのまあこれこういうのなんですけど、まあ、まずあのどういう対処法があるかっていうのは大体3つ言われててまず1つが経済制裁なんですけどでもこの経済制裁ってあの結局ロシアのバックには中国がいるのであのロシアに経済制裁するっていうことはどういうことかっていうと あのロシアって原油と天然ガスを主に海外に輸出してあの経済を回してるんですよね。でそれをだからヨーロッパとかに輸出するのをもう完全にストップさせてでそこでもうあのロシアの経済を回らなくさせようっていう狙いなんですけどでも実際にはあのバックに中国っていう大金持ちがいるので多分ロシアはそんな経済制裁をさせられたらロシア から中国に原油とか天然ガスををってお金を得ると思うんですよねでそういう合意も,もう中国とあの前からやっていたっていうことで多分これは効かないんですよね。でそういうのもあって軍事応戦、えっとこれもささやかれているんですけど、まあ、軍事応戦っていうのはだからウクライナを助けるためになんか欧米諸国の軍人が集まってこう応戦していくっていう。でもも結局これも まず1つがあのまあなんかよく言われてるなんか第3次世界大戦になるとかまあそもそもまあ戦争っていうものが良くないものだから結局それをしようとしてしまうから軍事挑戦をしてしまうとだからできないっていうのともう1つがあの例えばアメリカで言うとあのバイデンはえっともともと過去に過去にもあのちょっとどっか忘れたんですけどなんかアフガニスタンがどっか に、えっと、軍事侵攻、軍事応戦して、であの大量に死者を出してるんですよね。だから、あのそれそれもあって、次、もう一回軍事応戦して、で死者を自国民の死者を大量に出したら、それはもうあの次の選挙にもか勝てないんですよね。私国あの、国にとっても良くないんですよね、自国にとっても。だから、まあ、動くに動けないっていう状況があります。で そこであの、まあ、ロ,シアロシアの証拠で、えっと、ちょっと名前忘れたんですけどなんとかっていう人がいるんですよね。でその人はあの、まあ、こういう軍事汚染とかをするかもしれないからそうなったらロシアは勝てないからだからロシア人なのにロシアはもうやめるべきだとかあのプーチンはもう辞任すべきだとか言ってるんでそこがどうなるかっていう。 ところも肝なんですけどでも実際それもプーチンはそんなやめるべきだって言われてやめるような人だとは思わないのでまあそこはあんまりないのかなと思いますそこでもう一つのまあ安定的な解決策として外交交渉っていうのがあってでこの外交交渉をしてこうまあロシアが望んでいるのってあのまあ何て言うんですかね別にウクライナを侵攻することじゃなくて NATO とウクライナとロシアこの、まあ西側と東側とウクライナがこうちゃんと秩序を保って、あのー、あのまあシンプルに言えばロシアが不利にならないような感じになれば多分ロシアもいいんですよねだから、まあ、外交交渉で話し合いでこうもう一度、あのー、その西側と東側とウクライナの秩序を再構成するような 形にこれはちょっとあのー、ちょっとニュースを見ただけなのでなんかあのー、普通に知らないだけかもしれないのであのー、ちょっともし何か、あのー、間違いとかあったら教えてくださいコメントでじゃあありがとうございました。